そんな顔してもダメですよ。全然なびきません。状況わかってますか？こんな時によくもはしたない顔ができますね。僕を誘惑して好きにさせてやればこの場が収まるだろうと思ったんですか？残念。僕は今、怒りで全身の感覚が鈍ってるんですから。何も感じませんし、あなたに欲情なんてするもんですか。ほら、この通り、びくりともしませんよ。僕を怒らせたらどうなるか、今から思い知らせてあげます。じっくり、ゆっくりね。体が熱くて、暑くて辛いでしょう。そうでしょうね。薬を盛られたなら当然ですね。いいざまです。男についていった報いですよ。楽になんてしてあげません。縛られたまま、身動きできず、自分を慰めることもできず、ほてってよがり狂えばいいんです。ええ、そうですよ。これは罰なんですから、簡単には満足させてあげません。まったくどうしてこんなことになったのか僕が聞きたいですよ。特別なわけでもあったんでしょうか？僕のこと、嫌いですか？もう一度聞きますよ。僕のこと、嫌いですか？腹立ちますね、そうやって曖昧な態度取る。だから、お仕置きして分からせてあげてるんですよ。あなたは僕のものなんです。僕に従って当然でしょ？騙されたとはいえ、簡単に手の内にはまるなんてバカですね。差し出されたものを疑いもせず飲むなんて。あいつがいたずら目的で近づいたことぐらい気づくでしょう。それとも、いたずらされたかったんですか？どれだけ飢えてるんですか？不満でしたか？誰だろうと見境なく懐くなんて、僕に不満があったからでしょう。なぜですか？もしかして、あなたから誘ったんですか？ですよね。きっとそうだ。自覚ないなんてどれだけ立ちが悪いんですか？違うはずないでしょう。その目、誘ってるんですよ、男。あなたからは、相手をその気にさせる匂いが漂ってるんです。私を襲って、犯してって誘ってるんですよ。いけませんね、野蛮で。気づいてないんですか？いい加減気づけよ。自覚しろよ。男を寄せつけてしまうって。みんなあんたの匂いに狂わされるんだよ。無意識に誘ってんじゃねえよ、この泡ずれ女。さあ、しつけの時間です。今日は特別にたっぷりしごいてあげますからね。さて、どれだけ耐えられますかね。苦痛を与えて、あなたに反省してもらうことが目的ですからね。何度でも体で教えてあげます。そのために、こんな風に縛り付けたんですから。ねえ。もう僕だけで十分でしょ？いい加減にしなよ。それとも、もっと僕を怒らせたいの？